これはね、マジでビビったよ、俺。いや、ほんとだよ。いや、ほんとにビビった。ビレバーン。ビレバーンすごくない？この前一緒にビレバン行った時にさ、うん、なんか向こうから叫び声聞こえたんでね。え、叫んでた私。そう。ね、なんだろうと思って、絶対これリッチャの声だなと思ってさ、行ったらさ、そっからわかんない。わかる、一発でわかった、声が。え、なんだろうと思って、これ。いや、確かにこれ焦るね。俺いろんなさ、エナジードリンク今まで飲んできたけど、これ初めて見た。これエナジードリンクでしょ？エナジードリンクって書いてるよね。ゴーゴーチャンスの、なんとジャグラーのね。ジャグラーエナジー。しかもレッドブレーが高いんだぜ、これ。やばくない？あの最高級のレッドブレー。俺のいつも飲んでるレッドブレーが高くて、もう震えたもんね。え、もう高っと思って。最初分かってなくて、どんどん帰っていって。そう、行ったら言ってたけどさ、あんまでも日本でいいよって言って、なんケチってんだと、10本くらい買いだと思ったんでね。いや、本当は買い占めたかったよ、これ。そう、ビビった。なんで日本でいいのと思って。でも会計さ、ピッてたさ、行く、うん、こんな子いるかないですか？いや、こんな子いるかもビビったよ。俺100円だと思ったらいいかな。こんな子いるかなあのさ、バスボールあるじゃん。こんな子いるか。これみんないくらだと思うこれ。これ100円だと思うじゃん、最初パッと見。100円ありそうだね。そう、だから100円だと思って買ってさ、会計行ってさ、ピッてやったらさ、うっみたいな。これだぜ。これをビレ版で買ってるんだけど、いつも。550円。1個だぜ。550円。税込み？あ、税込みだ。ビビってよ、俺は。100円だと思ってさ、買ったらピッ、あ、これ、嘘と思って、あれも。あれも100円だと思ったらピッ、うん、溶けと思って。いや、でも持ってきちゃってるからね、もうね、いや、全然いいっすよ、みたいな。今もこれ結構もう、ほぼ毎日買ってるよね、ビリバー行ってね、仕事帰りに。でも、なんか慣れた、550円に。実はさ、私、エナジードリンクあんま好きじゃないんだよね。マジ？そう。うまそうだよ、でも。あんま好きじゃないんだけど、ジャグラーのデザインだったからもうすぐ買っちゃって、うん、もうこれ絶対飾るしかないと思ってね。え、55キロカロリーしかないの？少ないね、うん、カラメル色素やだな。飾りたいから買ったっていうんだけど、アルギニオ嬉しいね。あ、これ、うん、じゃあ1本だけ飲んで1本飾っとくの。あれ本当全部飾ってきたんだけど。でもまた買えばいいじゃん、あのビリマイ行った時、うん、多分まだまだあるとめっちゃあったじゃんこれ、うん、ジャグラーエナジー。じゃビレバンにさ、ジャグラーグッズ売ってるなんてすごくない？ほんとね、びっくりした俺も。あ、ジャグラーあんなと。あ、シールもあったよね、なんか。私もほんとびっくりした。あ、そう、ステッカーもあった。ね、シールも買えば今度いいの？いいよ。ステッカーでなんか550円ぐらいじゃなかった？俺もね、たまごっちのステッカーめっちゃ買えるなって買おうと思ったの。1枚50円ぐらいかなとパッて見たらさ、え、なんでさ、ステッカーただのシールでしょ？マジかと思って。なんでそんな高いの？あんなペラペラさ、シール50円ぐらいパッて値段がおほほほってなってるね。エナジードリンクにビッチャうるさい。うるさいよ、これは。美味しいとかまずいとかあるの？ある、俺ね、エナジードリンクマニアだな。まずいエナジードリンク飲んだことあるの？ある。この前だと、あのそこにカカン置いてたの、ずっとしばらく飾ってたやつ。あの銀色のギャバンみたいな、グリーンのさ、スライムみたいな。あれはもう美味しくなった、あれはもう美味しくなった。もう捨てたけどか、もう見飽きたから。これはもうずっと捨てないで飾っとくんでしょ。そう。じゃあちょっと、え、飲んでいいの？飲まないの？ちょっと嫌いだもんね、こういうのね。確かに。確かに。あの、オロナミン C は好きです。そうだね。あー、でも今の飲まないじゃん、オロナミン C も。なんかでも、前まで美味しかったんだけど、あ、甘ったるくなっちゃった。マジか。うまいのにな、エナジーだ。俺、エナジードリンクうるさいからマニアだから。うん。俺、マニア中のマニアだからね。エナジードリンクなしでは生きていけない。怒るよ。僕、そのせいじゃねえか、僕。ちょっとさ、ピンク？なんかピンクに見えない？ちらっ。あ、ピンクじゃないね。エナジードリンクに。レッドブルっぽい色してる。うまいよ、これ絶対うまいわ。それは。この世の全てのエナジードリンクに関して込めて、匂いを。え、レッドブルの匂い。ちょっと待って。匂いでもわかんの？あ、もう完全に、うん、レッドブル。これレッドブルの匂い？完全にレッドブル。ちょっと待って。ちょっと待って。あのね、完全にレッドブル。レッドブル？ちょっとレッドブルなのかこれ。味レッドブルの味なの。ちょっと、いや、レッドブル飲んだことないもんね。ちょ、レッドブル、いやー。じゃあ美味しいってこと？うまい。レッドブルさ、使ってる時とかさ、買ってきてとか言ってくるじゃん。うん、それがレッドブル好きじゃん。めっちゃうまい。え、ちょ、レッドブル。これ、俺並みのレッドブルマニアが言うのが間違いない。これレッドブル。レッドブルなの？これ氷入れて飲みたい。ちょうまい。おー、ちょっと飲んでみ、一口。いや、これ、ま、うおぉ！レッドボール！レッドボール！うん、
レッドブル何回か飲んだことあるんだよね。なんかさ、歩いてたらさ、たまにレッドブルなんかああ配ってるね、開けて渡してくる人いるじゃん。いるいるいる。だからさ、なんかもらえるものをもらうじゃん、とりあえず。そうだ、もらえるものはミカの顔でもらえて、うちの格好ではね、古畑さんのね、言葉をね、うん、私もらいたいんだよね。そう、もらえるものはただで、うん、そう、だからそういう時はもらうんだよね。あ、じゃあ飲んだことあんだ、レッドブル。だって、まずいの分かってるじゃん。あ、そっか、うん、じゃあちょっとの、いつも全然飲まないからさ、これがレッドブルですよ。ちょっと思い出して、そのもらった時のさ、死因で、死因した時のレッドボー、うん、レッドボー、うん、美味しい。え、これはいいわ。こんなに美味しいんだったらね、全然これあれだわ、買っていいわ。いいの？うん、これ10本ぐらい買ってきていいよ。ゆっちゃん飲みたいんだったらどんどん買っていいよ。え、これ中身あるまま飾りたいの？それとも中身なしで缶だけ飾ってもいいの？いや、でもあの賞味期限切れてさ、うん、飲めなくなったらもったいないから。あー、うめ、飲んでいいならこれ10本ぐらい買ってきていいよ。これほんとうまい。こんなにうまいなら俺飲める。これレッドブルだもん。え、これ味変えてない？え、すげえ美味しい。これこれはね、みんなあのマジ俺らあのビレバンで買ったけどさ、他にも売ってるかもしれないけど、これビレバンに行ったら売ってるから、ぜひあのジャグラー好きな人、りっちゃん並みのジャグラーマニアね、買ってもいいと思うよ。美味しいし、しかも飲んでも美味しいよ。飾ってもなんかゴーゴーチャンスって書いてて、ね、綺麗だしね。いや、こんな美味しいと思わんかった。絶対クソまずいやつでさ、俺切れるってパティーンだったと思ったら、これ美味しいパティーンだわ、うん、いや、ぶち切れだろうと思ったね。これはね、うまくねえぞ、これはって言おうと思う。めっちゃ美味しい。ほんとレッドブル。え、なんでこのレッドブルなの？これみんなも飲んでほしいな。あの、レッドブル好きな人飲んでみて。マジレッドブルだから。誰か飲んだことある人いない？これ。いたらね、ちょっとレッドブルだよね。中身レッドブルなのかな？パッケージだけで。いや、マジそんな感じ。これにして。レッドブル。重なったか。ということで、今回はこのジャグラーのね、エナジードリンクの、ね、レビューと、美味しかったから、みんなもぜひね、ガチでレッドブル、びっくりした。こんなレッドブルだとはな。